はい、今日はですね、朝八の話をしたいと思います。1月25日、まあ、本日なんですけども、本日の朝八はですね、まあ、百田さんは登場しないで、有本さんとでゲストで金葉雅子さんが、出演されましたね。まあ、私にとっては久々の金葉さん見たなっていう感じなんですけど、まあ、金葉さんといえばチャンネル桜ですよね。で昔は虎ノ門ニュースなんかもポツポツ出てまして、まあ金葉さんも結構なんですかね、闘争心があるというか、結構いろんな人とぶつかる人ではあるんで、一見すると笑顔が多くて優しい感じなんですけど、まあものすごい気が強いところがあって、まあ有名なのがチャンネル桜で討論で結構水島社長とガンガンやり合って、まああれも実際何だったのか私もいまいち今でもよくわからないんですけど、まあ金葉さんの話はちょっと最後に持っていくとしまして、まあ今日出演されたのがですね、金葉雅子さんが、ダボス会議に行ってですね、まあスイスのダボスで行われてるんでダボス会議っていうんですけど、でそこでまあグレタさんに突撃取材をしたと、まあ取材というか、まあ、外でですね、金葉さんのところにいろいろ話を聞きに行ったと、まあそんな感じの、まあ、映像がこの朝8でも見れましたんで、まあ非常に貴重だと思うんで、まあそれについてお話したいんですけども、まあ、ダボス会議っていうのは、まあ先ほど言ったようにスイスのダボスで行われるですね、まあ、世界経済フォーラムのことですね。まあ国単位っていうよりは、まあ、世界共通の問題を、まあ、みんなで話し合って解決しようっていうことなんですけど、まあ実際は、まあ、グローバル企業とかお金持ちがかなり、まあ、力を持ってる会議のような気はしますし、まあ一般的にもまあそう思われてますよね。国っていうのを飛び越えて、まあ、世界を動かして自分たちが利益を得たいっていう、まあ、企業家とかですね、投資家なんかが、意見を強く主張できる場だと、まあ、そんな感じはしますね。まあ、そしてそういうふうに動かしたいと、まあ、動かせるような場になってるような感じはしますね。でですね、まあ、グレタさんに突入した映像が、この朝八のですね、大体49分ぐらいのところから、見れます。でまあ、皆さん大体お分かりの通り、まあ、グレタさんがああいう自分の意思で環境問題に関心を持ってですね、活動しているのかというと、まあそういうことではないですよね。まあそういう、まあパフォーマンスをやらされてる、まあ誰か後ろにまあ大人がいるっていうことで、でガナハさんもですね、まあそういうこと分かってるし、グレタさん自体もまあなんかストレスを非常に溜めてるような怯えたような感じだったっていうことで、まああまり無理強いしてもと思ったみたいですけど、やっぱりその周りにある大人とかですね、どういう風に振り付けされてるのかっていうのを撮りたかったと、まあそういうお話をしてましたね、金葉さんは。でまあないグレタさんはですね、まあ、同じぐらいの年齢の中高生ですよね、中学生高校生ぐらいの年齢の人10人ぐらいがいて、まあそれがなんかちょっとしたデモプラカード持ってですね、でまあダボス会議にやってる人に向けて、まあ環境問題を、まあ問題提起してると、まあそんな感じなんですけど、まあやっぱりなんか大人がこうプラカード持って並ばせてるような感じがあったんで、まあこれはまあ本当にやらされてるんだろうなと、まあそんな感じに見えましたね。で実際はですね、まあいろいろ金葉さんカメラ向けて聞くんですけど、まあちゃんとしたような答えはしないで、まあ逃げるような感じで、で金葉さんが言ってる通り、まあやっぱり一般的なマスコミに出てる強気の表情とは真逆で、まあ怯えて逃げるような、そんな感じですね。だから金葉さんの YouTube でもその対照的などっちが本物のグレタさんかみたいなタイトルをつけたみたいですけど、まあ本当にそんな感じに見えましたね。だそういうのが 見れたっていうところでも、まあ非常に貴
重な映像だったと思います。で、まあガラハさんが話したことの私気になった2つぐらいポイントありまして、まあ一つはですね、まあダボス会議っていうのはどういうものかっていうところで、まあガラハさんはまあよく言われるグローバリズムっていう、まあそういうまあキーワードを出しまして、まあグローバリズムを追い求めてる人たちの集まりだと、まあそういうふうに一般的にダボス会議言われるんですけど、まあグローバリズムというよりはグローバル全体主義と、まあそういう言い方をしてました。グローバリズムっていうと、まあもちろん経済的にはですね、輸出輸入とか盛んにして世界に出てくっていうのはまあ素晴らしいことだと思うんで、あまり全部をごっちゃにしてグローバリズムを否定してしまうと、まあ本当の姿が見えないし、本当に縮小する経済を求めているかのように、見えてしまうんで、そういうグローバルの国境を越えて、まあ、影響を及ぼしたいと、まあ、そういうふうに考えてるですね、まあ、先ほど言った企業家とか投資家とかがいますよと。で、まあ、そういう人がいるっていうのは、まあ、私もですね、まあ、当然かなと思うんですよね。力つけていけば、まあ、国の言うことを聞いてると、まあ、そこで止まってしまうんで、まあ、なんとかそれを乗り越えたいと。で、影響力持てば国自体も動かしたいと、まあ、そんな感じに考える人たちがいるのはまあ当然だと思うんで、まあ、経済力権力つけるとそういうふうに考える人がいるのはまあ当たり前だと思うんで、ただそれがですね、その人たちだけの利益になってはいけないわけですよね、まあ、利益を求めるのはいいけど、みんなにとっての利益でもないといけないと。だそういうことによってやっぱりまあ国とか法律とかでいろいろ縛りをかけてるわけなんで、だそういう縛りがなく一部の人の利益ばかりにいってしまうと、まあそうなると困りますね。だからそのグローバル全体主義っていうのはそういうまあ法律とかの飛び越えて一部の人たちの利益の方向に行ってしまってるっていうところがまあ問題だと思うんで、まあそれをまあガラハさんはしてきたわけですね。グローバル全体主義という言い方でですね。で、それが1点ですね。で、もう一つはですね、やっぱり全部が、まあ、プロレスっていう例えをガラハさんしたんですけど、だから、まあ、一つのすごい綺麗事ですよね。まあ、環境問題とかもそうですけど、こういうふうにクリーンで、まあ、二酸化炭素の出ない、美しい地球を残そうとか、まあ、そういうような話とかってあると思うんですけど、まあ、それに、まあ、反対すると、まあ、そういう人たちもいてと。で、まあ、クレタさんのような外側で、デモ活動する人もいてとか、だからそういう全てがですね、まあ、ガラハさん的な話で言うと、そういう正義の役の人も、まあ、悪役の人、まあ、ヒールの役の人も、まあ、プロレスの例えなんですけど、もっと言うと場外乱闘も含めてそれがプロレスなんだと、全部まあ決め事としてやってるんだと、まあそういう感じが見受けられたっていうことですよね。全体が一つのプロレスだと、そういうのがまあダボス会議のまあ一つの姿だということを、まあ簡単に言うとですね、ガナさんは言ってましたね。全てがプロレスだと。まあそこら辺が、まあ、今回の朝8でですね、ガナさんが登場したところの、見どころでしたね。で、あとはまあガナさん久々登場したっていうところで、だからこれ私の感想で言うと、まあ、以前のチャンネル桜での社長とのですね、まあ、ぶつかり合いとかも含めて、私はガナハさんとクレタさんっていうのもなんかちょっと共通して見ちゃうんですよね。だからガナハさん自体っていうのもああいう、まあ、誰かの振り付けによって動いてると、まあ、動かされてると、まあ、そんな感じが、まあ、特にあのチャンネル桜の、まあ、結構ガナハさん大声上げてたんで、これは何なんだろうっていうのが私は非常にちょっと不思議ですね。その根っこにあるのは何なのかなっていう、なぜそこまで、まあね、いろいろ意見違うとはいえ、チャンネル作家のもお世話になった人なんで、
それに対してあそこまで言うっていう理由がですね、うん、もっと冷静に言えばいいのになっていうのはずっと思ってたんですけど、まあ私は、まあ、ガナーさん自体そんな批判的ってこともないんですけど、実際以前近所にですねガナーさん講演会で来たんですね、沖縄の事情を話すということ でそれ私も実際に行きまして、で最後に握手とかも写真も撮ってくれたんですね。で私その時感じたのが、まあ、握手したりした時すごく今回のガナハさんがくれたお子さんを表したのと近くて、非常になんか表情が硬いんですよね。硬くて握手した時もなんかその握り方っていうか、なんかあの親しみを込めてっていうよりは非常になんか警戒心とか、だからグレタさんをガナハさんが表したように何かすごくストレスを感じているような、そういう表情に私は見えましたね。うん、何が彼女の活動の原動力になっているのかっていうところで、単なる自分の中から湧き上がってるものだけじゃない、何かプレッシャーみたいなものがあるような気がしてて、でまあ多くの人もちょっと疑問に思っているのが、金沢さんいろんな海外行くんですけど、この資金ってどっから出てるのかなっていうのは、まあ、単純にちょっと疑問に思いますね。あの普通に考えるとまあお父さんが出してんだろうなっていう感じはするんですけど、まあ、ここまでねいろんな活動できるっていうのは、まあ、何らかの、ね、外側からのお金の援助ってあるとは思うんで、まあ、それが誰から出てるのかなっていうのは逆にですね、まあ、日本のグレタさんとまで言っちゃうと大変失礼だと思うんで、私も考え方としてはですね非常に立派な考え持ってると思うんで、ただまあ昔から見てる身としてですね、まあ いろいろ気になる部分もあって、だからこそなんていうかガナハさんもグレタさんに興味持ったっていうのが何か自分に映し鏡のように見てる部分もあるんじゃないかなって、まあそんな、まあ、これは私の想像ですけど思ったりなんかもしました。ということでですね、今日は朝8に出演されたガナハさんの話題をお話しさせてもらいました。今日は以上になります。ありがとうございました。